1995年の台風のデータ。台風の発生数は23個と平年より少なめであり、日本に接近した台風も唯一上陸した14号を含めて5個のみであり、1951年の統計開始以降では1973年の4個に、次いで2番目に少ない接近数となった。ただし、9月には、 台風12号が戦後最大級の勢力で関東地方に接近した。199,501.02W199,502.03W オーリング 199,503.05W ベベン7月16日にマリアナ諸島の再開場で発生し、22日に中型で強い勢力となった。十三日に九州の再会場を北上し、 夕方頃に朝鮮半島に上陸して韓国を通過。その後は震度を徐々に北東に転じ、24日に日本海にて弱い熱帯低気圧に変わり、北海道を通過した。199,504.07W199,505.08W カリング 199,506.09W ディディン 199,507.10W イタンフィリピンの東で発生後、8月23日に、宮古島に接近して、中国大陸へと上陸した。その後、温帯低気圧に変わり、27日から28日にかけて、東北地方北部を通過した。199,508.12W ジェニン199,509.13。 W199,510.14W199,511.15W ヘルミン 199,512.17W9 月13日にサイパン島近海で発生その後急速に勢力を強め超大型の非常に強い台風となった9月15日に最盛期を迎え中心気圧925ヘクトパスカル 最大風速秒速50メートルとなったほか、16日には強風域も最大となった。17日に八丈島付近を通過し、中心気圧930ヘクトパスカル前後という戦後最大級の勢力で関東地方に接近後、三陸沖から北海道の東海へと進み、18日に温帯低気圧に変わった。この台風は結果的に、 関東地方に上陸はしなかったものの、仮に上陸していた場合、かなり低い気圧で本土を襲っていた可能性が高いと見られる。また、強風域が非常に大きかったこともこの台風の特徴の一つで、1951年の統計開始以降では5番目に大きな強風域を持つ台風であった。199,513.18 WR 線199,514.19 19ワットラディン9月24日に強い勢力で鹿児島県川内市付近に上陸。その後九州を横断して山口県に再上陸した後、日本海を北東に進んだ。徳島県では最大瞬間風速秒速29.8メートルを記録した。この台風の影響で死者1人、負傷者13人。 全壊3棟、半壊、一部損壊118棟、床上浸水105棟、床下浸水1643棟の被害が出ている。千五百十五点二零ワットマメン千五百十六点二四 w 千五百十七点二五 w 千五百十八点二六 W 九万九千五百十九点二七 W オニアン199,520.29ワットロシンフィリピンに大きな被害を出した。199,521.28 W ペパン199,522.29 W 199,523.35 W トライニングありがとうございます。